ルイス・ロッドマン・ウィテカー・ジュニアは、MLB のデトロイト・タイガースで活躍した野球選手。内野手、右投左打、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク出身。ニックネームは、スウィートルー。1975年のドラフトで指名され、デトロイト・タイガースに入団。当初、マイナーでは、遊撃手であったが、AA 級で後に長らく、キーストンコンビを組むワラント・ランメルが定着したため二塁手に転向。1977年9月9日のフェンウェイパークでのボストンレッドソックスとのダブルヘッダー第2試合でトランメルともどもメジャーデビューを果たす。フルシーズン1年目の1978年には139試合に出場し、打率.285の好成績と堅実な守備でア・リーグ新人王に選出された。1981年その後も、攻打、攻守の二塁手として活躍し、1983年には打率.320の好成績で初のオールスター出場を果たす。その年にはやはり初のゴールドグラブ賞を受賞し、以後3年連続して受賞。MVP 投票でも第8位であった。そして1984年には、チームは開幕から40試合で35勝5敗の快進撃で地区優勝を果たし、カンザスシティロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズ、サンディエゴパドレスとのワールドシリーズを制し、ワールドシリーズチャンピオンに輝いた。1985年には21本塁打を打つ、ファン投票で選出された同年のオールスターでは、ユニフォームを忘れ、グッズショップでタイガースの帽子とジャージを買い求め、マジックペンで1と背番号を書いて出場した。1986年にはやはりファン投票選出で先発出場したオールスターでナショナルリーグの先発ドワイト・グッテンから先制にして決勝本塁打を打つ。その年も20本塁打を打ち、一塁手ダリル・エバンス、三塁手ダネル・コールズ、遊撃でトラメルと共に内野手全員20本塁打を記録。1987年にもチームの地区優勝に貢献。1989年には自己最多、そしてチームの二塁手のシーズン本塁打記録となる28本塁打を打つ。1992年には通算205本塁打と2000本安打を達成。ウィテカーとトランメルは通算1918試合に共に出場している。これは、ポジションを問わず、特定の2選手が、同一チームで同じ試合に出場した数としては、ア・リーグ記録である。また、この両者が完成させた併殺は、二塁、遊撃のコンビとしては、メジャー史上最多である。選球眼はよく、通算三振よりも、四球の方が多い。1995年限りで現役を引退。現在はフロリダ州で養鶏場を経営し、同州レイクランドで開催されるタイガースのスプリングトレーニングでは臨時コーチを務める。現役時代の背番号1はウィテカーの引退後欠番となっていたが、2013年途中よりホセ・イグレシアスが着用している。2019年12月、永久欠番になることが発表された。ありがとうございます。